富士から来た負傷者を医務室に運び込め。周囲の警戒を強化しろ。この基地もイレブンに襲われかねん。静浜基地に着いたものの予想通り混乱している。そこのナイトメア、所属をお願いします。私は特別派遣共同技術部のガーフィールド準尉。富士の式典会場で作戦行動中だった。受け入れを許可願いたい。特別派遣？あの浮遊航空艦の。浮遊航空艦？アバロンもこの基地に避難している。よかった、無事で。やっと合流できました。いやー、君も悪運が強いね。あの混乱の中生きて無事に帰ってこられるなんて。はい、自分でもそう思います。聞いたよ、ダルトン将軍のグロースターに乗ってたってさ。式典会場で警護任務についていた際、ユーフェミア公女に撃たれたダルトン将軍から頼まれたんです。あの機体を使ってユーフェミア公女殿下を探し止めてほしいと。そう、それで。先ほど基地に機体を引き渡した際、ダールトン将軍もこの基地に搬送されたと聞きました。そうみたいね。基地が混乱していて正確な状況はわからないのだけど、一命は取り留められたそうよ。そうですか。そういえばスザクはどうしたんです？式典会場の混乱ではぐれてしまって。スザク君はその医務室だよ。撃たれたユーフェミア公女に付き添っている。今は二人だけにしてあげてちょうだい。残された時間はもう。そうか、ユーフェミアはもう。スザク、ルルジュ、あなたたちは。エリア福島、白虎分隊、茨城に向けて進行中。エリア多摩、非武装市民によるバリケード作業続行中。東京疎開に攻め込むつもりか？ああ、今が最大のチャンス。大丈夫だ、私にギアスは効かない。知っているだろう。そうだったな。ギアスの制御ができない以上、みんなとはもうお別れか。ナナリ。お兄様、あの、ユフィー姉様とお話ししたくって。あ、私とお兄様と3人で学園祭を。ほら、ミレイさんが中断した学園祭もう一度やるんだって言ってましたよね。だからその時は一緒にどうかなって。あの、ごめんなさい、もう会わないって言ったのに。でもどんな形でもいいから、もう一度だけ直接会えると。ナナリ、聞いてないのか？ニュース、ラジオは途中で放送が終わってしまって。いや、だったらいいんだ。ごめん、明日には帰るから。それから相談しよう。うん。ギアスの切り替えができなくなった他に変化はないか？別に。ただユフィは俺のギアスに命令に逆らおうとした。能力が落ちたのかとも思ったが、それは多分彼女にとってとても許せないことで、とても当たり前のことで。それで？それだけだ。ちょっとした契約したろ、お前のそばにいると。私だけを。後手に回りました。ネット情報はカットしたものの、わずか数時間のうちに各地で暴動が発生しています。最大の武装勢力黒の騎士団は一般民衆を吸収しつつ、この東京疎開を目指せ進軍中。他のブロックは防戦に回っており、援軍は望めません。敵の勢力は寝返った名誉ブリタニア人も加え、その数は数万を超えます。ギルフォード卿、ダメだ、殿下の命令なしに動くことはできぬ。しかし総督は攻撃中止命令を出された後、ユーヘミア様の居室におこもりに。ダールトン将軍も行方不明という状況では。あ、
柱富山分隊23名合流する。了解。武装はなしか。岡山から爆薬を調達した。車両が足りない。何名か分乗できないか。空いているのは貨物車だけだ。それでいいか。山梨のグループも合流するってさ。侍の血の生き残りからも連絡があった。ものすごい数になるぞ。生徒会のみんな逃げてくれてるといいけど。そんなことはない。喜んでいるさ。私は、ああ、優しさなんか忘れてしまったんだよ、マリアンヌ。式典会場を後にした黒の騎士団は各地の反抗勢力を吸収しながら東京疎開を目指しているようです。コーネリア総督からは？いえ、何も。式典会場での一件で湧き上がった日本人の怒りの勢いのまま東京疎開に攻め入るということね。このままでは東京疎開が戦場に。いいえ、ルルーシュならナナリーの安全は保証するはず。だけど他の場所は。このままだとクラリスさんが。あの、この後特派はどういった動きを。どうしたもんかね。総督からの命令もないし、政庁とも連絡がつきませんしね。クラリスさん、カナメさんの方こそ大丈夫？確か静岡で仕事だって。ああ、こっちはなんとか。なあちぐさ、帰ったら大事な話があるんだが。ああ、うん、どうした？初めてその名前で呼んでくれましたね。ああ、すまない、変だったかな。いいえ、それじゃ待ってます。いたぞ、ブリキの女だ。さっき外見てただろ。スパイだ、スパイだな。よかった、心配していたの。ずっと電話をかけていたのに出なかったから。大丈夫なの？ごめんなさい、いろいろとあって。でも私は大丈夫。それよりもニュースは見た。静岡の一件で反乱軍が東京疎開に向かっている。ええ、見たわ。清張から家から出ないようにって通達も。だからスタッフは家に帰したけど。うん、その方がいいと思う。最悪の場合東京が戦場になるかもしれない。ここが戦場に？うん、だから十分に気をつけて。私もできるだけ早く戻るから。うん、わかった。あなたも気をつけるのよ。いいわね。うん、わかってる。反乱軍の接近によりゲットーの治安が悪化しています。市民の皆さんは政府より通達があるまで家から出ないようにお願いします。ここも戦場になるのでしょうか？まさか、コーネリア総督の正規軍がいるんだぜ。ないない。そうかな。んなこと言うなよ、怖いだろ。ナナリーまだ帰ってきてないの？ルルーシュは？ルルーシュ？どうかしました？あ、別に。なあ、いい加減ルルって呼べよ。仲直りしてさ。ルル？私、そう呼んでたの？またそんなこと言って。ルル。ニーナ、校舎フロアに戻って。反乱軍が東京に迫ってるのよ。知ってる。ゼロが来るんだよね。待っていてください、ユーフェミア様。私が必ず敵を討ちますから。ユフィ、僕にはわからないよ。どうして君があんなことを。教えてあげようか。あ、え、子供？どうしてアバロンに。はじめまして、クルルギスザク。僕の名前は V2。 V2？ 厚木ラインも突破された。本国からの増援ももう間に合わん。ではこのエリアをひとまず捨てて。うろたえるな。コーネリア様。
グラストンナイツを待機させた。全軍東京疎開外縁に陣を敷け。黒の騎士団をゼロさえ潰せば反乱は収まる。コーネリアさえ倒せば我々の勝ちだ。全軍作戦配置図に従い待機せよ。ディートハルト、前線は東道に。ここはお前に任せる。わかりました。スメラギノ、よかった、間に合いました。ひどいな、私置いてさっさと出陣しちゃうなんて。私ずっとファンだったんですよ。あなたのデビューからようやくちゃんとお話できると思ったのに。背意外と高いんですね。でも大丈夫、すぐに追いつきますから。か、影谷様、六家の方々は富士に残られたはずでは。追いかけてきたの、夫の戦いぶりを見るためにね。え、おたわむりを。この戦いに勝利したらいずれ妻が必要になりましょう。あなたが素顔を見せられない身の上ならそれを補う者がいると思いますが。勝てると思うのですか、この戦い。ええ、私は勝利の女神ですから。それは頼もしい。しかし残念ながら私はすでに悪魔と契約してしまった。え、今さら神とは仲良くできませんよ。黒の騎士団は勢いを強めて東京疎開に向かっている。成長を落とすのは願うところだけど、疎開が戦場になればクラリスさんが。ここは無理を言って私だけでも疎開に戻らせてもらう。ロイドさん、お願いが。あ、東京疎開に向かう？どうして急にそんな。だってここにいたって仕方ないでしょ。補給も済んだし、ガーフィールド君も拾えたことだし、用事が済んだんなら成長に戻るのが普通じゃない。アバロンは東京疎開に戻るんですか？いや、そうだよ、連絡が取れないんだったらこっちから行っちゃえってね。しかし命令なき場合は待機というのが。そんなこと言ったって、ここにいて黒の騎士団にこのアボロンを取られちゃったら困るじゃない。命令もないし連絡も取れないんじゃ自己判断で動くしかないでしょう。臨機応変ってやつだよ。しかし。それにユーフェミア皇女殿下をずっとここにってわけにもいかないでしょう。せめてコーネリア総督のもとに送り届けないとね。確かにその通りですね。すみませんでした。では。ん？出発準備進めちゃって。で、何か言いかけたみたいだけど。あ、はい。アバロンが東京疎開に戻ってくれるなら、なおのことですが、お願いしたいことがあります。うん、お願い事ね。早くしろ！本国に実験適合生態を。圧力が。何？内圧が上昇中。ああ！こんな時に。おはようございました。引くがよい、ブリタニアよ。我が名はゼロ。力ある者に対する反逆者である。0時まで待とう。降伏し我が軍門に下れ。これは最終通告だ。0時まで待つ。我が軍門に下れ。わかりません、いつの間にかお姿がなく。バカな、応急処置しかしてないんだぞ。あれではいつ傷が開いてもおかしくは。なんだと、第二滑走路から T4 が。誰が発信許可を出したんだ。わかりません、こうも指揮系統が乱れていては。報告します。今度は何だ、こんな時に。ダールトン将軍が医務室からいなくなったと。ダールトン将軍が、まさか。ダールトン将軍、やはり無理では。構わぬ、姫様を、姫様の元に。無駄な脅しだな、ゼロ。東京疎開は城塞都市でもあるのだ。今ならまだ戻れるぞ。このままではエリア11だけでは済まない。この世界全体が、お前の命が戦いに染まる。分かっている。
だが俺はユヒ。バカな、あいつの番号など。いや、語っている奴がいる。チッ、ルルーシュ、僕だよ。スザクか、どうした、こんな時に。ルルーシュ、今学校？いや、でももうすぐ帰るよ。そう、電話をしたのはみんなに伝えてほしいことがあって。なんだい、こんな時に。空を見ないでほしい。え？ルルーシュ、君は殺したいと思うほど憎い人がいるかい？ああ、いる。そんな風に考えてはいけないと思っていた。ルールに従って戦わなければそれはただの人殺しだって。でも今僕は憎しみに支配されている。人を殺すために戦おうとしている。みんながいる東京の空の上で人殺しを。だから憎めばいい。ユフィのためだろ。それに俺はもうとっくに決めたよ。引き返すつもりはない。ナナリーのため。ああ、切るぞ、そろそろ。ありがとう、ルルーシュ。気にするな、俺たち友達だろ。7年前からずっと。ああ、じゃあな。それじゃあ後で。何？スザク、俺の手はとっくに汚れてるんだよ。それでも向かってくるなら構わない、歓迎してやるさ。俺たちは友達だからな。あの日から俺はずっと望んでいたのかもしれない、あらゆる破壊と喪失を。そう、想像の前には破壊が必要だ。そのために心が邪魔になるのなら消し去ってしまえばいい。そうだ、俺はもう進むしかない。だから